で、まあ、最近の働き方なんだけどね本当にねこれはね拾ってくれた社長に感謝って感じなんだけどね、うんまあ、ど,ううどういう状態かっていうともう週1回出勤して、まあ、や,やることをやって <laughs> あとはその何て言うんだろう曖昧にこう会議とかをしたりしてしたらまああの 雇われじゃないんだけど、その給料というか <laughs>、その業務委託費を払ってくれてるってうう感じでね。で、そのまあ、上司というかがいるんだけども、もうほぼ友達というかね、もともと友達だった人が今直属直属の上司なんだけど。まあ、非常にこう優しくしてくれてとか、私のその性質というかを理解してくれてですね、その。えー、社長からのその社長と、まあ、その上司と、その私がいて。その、で、まあ、あともう仕事仲間もいるんだけど。 がですねそのの社長的にはその私をこの起用した理由というのは何か一発当ててくれればいいからみたいな感じで <laughs> そのむしろこう何か無理やり出社させたりとか何か取りまとめたりしてこうなんて言うんだろうそれって絶対エラテンさんに向いてないからみたいな <laughs> そういうことで潰しちゃっても,申しもえ意味わ意味かんないしそういう普通のウェブマーケターだったら何か他に頼むからみたいな感じで。 そのわざわざその私にこう頼んでるってことはその無,その無理なことやってもらうとかじゃなくてなんか興味持ったこととかその面白そうなこととかをいろいろ提案していくからそれでそのなんか一発当ててくれればそのフェイするからみたいな感じでね <laughs>、えー、こう言ってくれてて、まあ、大変ありがてえなって感じで最近の私の働き方改革というかねいう感じでございました。はい なんか本当にねその、その期待に報いたいところですけどね、うんまあ、最近はそこそこウェブマーケティングもまあうまくいってるのかなちょっとよくわかんないですけどねこれ,から、まあ、これからかなみたいな感じで。